さん、こんにちは。しおりみチャンネルのしほんとりんみです。はい、ということで今回はですね、第3回お弁当作り対決ということで、まあもう過去の動画を見てくれた人はわかると思うんですけど、まあね、前回に2回私とりんみでお弁当作り対決をしてるんですね。で、私ね、毎回負けてるわけ。視聴者さん投票でね。そう、投票で、毎回負けてるわけね。はい。なので、今回こそ3度目のリベンジ、3度目の正直。みたいな。っていうの。まあ、ということで、まあ、3回目はでも、勝ちに行こうかなと思って、今回は、企画をやっていきたいと思います。はい。上から目線なんだけど。で、今回はちょっとね、ごめんなさい、はい、なんていうの、ご飯を色づけるやつ、そう、ふりかけ的なのが、昨日3軒もあったんだけどどこにも売ってなくて、すいません、ちょっと買えなかったので、今回は普通の白いご飯でアレンジして対決していただきたいと思います。はい。で、おかずもちょっとありふれたものなんですけど、まあそんなに入らないだろうという前提で、これぐらいの大きさだから、そうだね、はい。じゃあ、あるもので作っていただきましょう。はい、はい、ということで早速作っていきましょう。はい。やばいね。私、負ける自信しかないけど、うん、とりあえず頑張ってみるわ。うん。ご飯取ってください。パシーもいると思う。うん、私も今回なんか動物で攻めるんだ。動物で攻めるの？珍しい。いや、もう、視聴者さんの好みは動物って分かったの。いや、そう、分かんないよ。動物じゃないかもしれないじゃん。本当はさ、白コロとかが一番さ、うん、ポイント稼げるかなと思ったんだけどさ、まずさ、着色料ないしさ。そうなんですよ。ちょっと今回、なんであれもう売ってないんだろう。普通になかったよね、昨日買いに行ったけどね。なかったんだよね。セリアとさ、そう、セリアなくて、普通のスーパーなくて、なんかダイソーにはあった気がするからね。でもダイソーちょっと昨日ちょっと行けなくて、ねえ、ね、諦めました。なんかニコニコしてるけど、お、なんかすごい形になってるね。団子三兄弟、団子三兄弟、わかりやすい。確かに団子だ。あ、お顔がな。ちほちゃんはどうですか？なんかまだわかんない感じだな。まだちょっとわかんないな。まだちょっとわからない、謎めいてますね。楽しみ。でもなんかまだなんだかわかんないこっちは。はい、ということで完成しました。じゃあちょっとね、一人ずつ見ていきたいと思います。はい、どっちから。最初はグー、じゃんけんぽい、はい、こうしよう、はい、こうしよう、はい、こうしよう。じゃあリミちゃんから。じゃあちょっと待ってね。はい、じゃあリミちゃんのお弁当から見ていきたいと思います。はい、はい、こんな感じ。縦で見た方がいいのかな。こんな感じかな。縦なんで。おー、かわいい。この真ん中のお顔ついてるのは団子。うん、お団子三兄弟みたいな感じ。そう、じゃあ団子三兄弟弁当ですね。こっちが、うん、ミートボール、ミートボール二兄弟。あ、ミートボール二兄弟。はい、合わせて4兄弟、うん、はい、これがトマト2兄弟、うん、みんな兄弟、卵2兄弟カチュー3兄弟、うん、いっぱいいる、いっぱいいるね。で、最後ハム、ね、カエル3兄弟。はい、カエルのね、ピックに刺したね。はい、はい、カエルさんが隠れてます。かわいいですね。こんな感じかな。はい、でもかわいいんじゃないですか。はい、リミちゃんのお弁当はこんな感じでーす。明るいとこで見ると。
はい、次は私なんですけど、はい、私は今回自分の趣味とかじゃなくて、うんうん、みんな受けが良さそうなのにしたんですけど、はい、まあ、好きなものなんですね。はい、じゃあ開けていただきましょう。はい、じゃじゃーん、こちらでございます。合ってます。この真ん中のこれはですね、はい、お化けでございます。お化け、あ、見て、マジお化け好きなの。あー、この洋服みたいな感じですね。お化けが好きで、うん、それでね、みんな受けが良さそうなのは、うん、お顔がついてて、うん、かわいい、キュルルってした動物だと思ったの。それで、うん、お化けいいんじゃないかな。あの質問、はい、これはなんでこの点が4つあるの。目が4つ。違う、手だよ。え、手なの。これ手と目が一緒じゃない、大きさ。違うの、手と目。これはパンダの耳をこれに使って、目は丸いんだよ。あ、そうなの。目は丸くて、パンダの手はちゃんとね、こういう耳で、耳で感じて。でもなんか言われなきゃ お化けってわかんないね、これ。わかんない。わかる。あ、でもここの向きならちょっとお化けかも。これ1個だけ見たら目と口と手っていうのがわかるけど、こっちがちょっと左はいいと思う。こっちの左は頑張ったっ。右がちょっとね、あ、まあこれだけこう見れば、まあ顔と口と手っていうのがわかるかも。なんか遠目で見るとちょっとなんか気持ち悪い。なんか何ってなっちゃない？え、なんない？なんない。ちょっとごめん、なんない。で、あとは、はい、適当に彩りよく、適当に彩りよく、あらーってしました。使いましたね。使いましたね。はい。こちらはちょっと春巻きも入れて、春巻き欲しいよね。カツ、トマト、枝豆ピクに刺して、目玉、あ、卵焼きウインナー、ハム、ハム、枝豆、ね、枝豆を隙間にね。枝豆、そう、枝豆はこうやって隙間に入れるのね。枝豆。はい。じゃあ、しほちゃんのこれはお化け弁当。全部ババの声にかぶってる。お化け弁当。はい。はい、お化け弁当です。はい、じゃあちょっと2人並べてみましょうか。はい、はい、こんな感じで2つりみちゃん弁当としおちゃん弁当ができました。はい、皆さんどっちのお弁当がいいかを。いいよね、みんな。どうかな。お化け、お化け。え、お化け。あ、こっちね、お化け。お化け、お化け。じゃあ団子、りみちゃんはこっち、しょうちゃんこっちでーす。はーい。結果はまたね、報告できたら、はい、何かしらの形でね、はい、したいと思いまーす。はい、なんか海苔をボリボリ食べてる子がいるけど。はい、じゃあこれはね、今日のお昼に今から食べたいと思います。はい、いただきますね。ということで、皆さんぜひ私のに投票してくださいということで、それではバイバーイ。バイ。今回りみちゃん何も言ってないっていう、もう余裕の私勝ったなっていう、もう皆さんに頼まなくてもいいぐらい、もう私余裕で勝つなっていう感じですね。貫禄がありますね、りみちゃんは。そうですね、3連覇がかかってますかね。3連覇が。あ、嫌ですね、なんか。はい、じゃあねー。